ヤッピー。神社はもうフィーリング、今日は大事な日だなとか、あと悩んでる時におみくじ引きに行きます。私はだったり、あのこういう一粒万倍日っていうちょっとね運気がいい日があるんですよ。今日は一粒万倍日プラス、一粒万倍日プラスなんたらこうたらみたいないろいろありますけど、まあ、大事な日だなってことで行ってまいりました。行ってまいりましたと。毎朝占いはチェックしないかな、朝は。ちょっともうネイルを取りたい所存である。その言葉恥ずかしながら最近しました。そのどれだろう、どれだろうか。一粒万倍日とか結構運気をに気をつけてる人はね、あ、わかんないけど、結構の成功してる人とかって結構気にするじゃないですか。だから気にしていこうかなって思って、本当に去年一昨年ぐらいからそれを知って、御朱印帳、私御朱印帳を御朱印帳をさ集めたかったんだけど、なかなかさ好きなデザインとかやっぱあるじゃん。やったり始める日も大事だなと思って、だからね今日始めたの。今日私東京大神宮に行ってきたんですけど、東京大神宮、東京大神宮はね、なんていうんだろう、東京大神宮か、まあその芸能だったり商売繁盛みたいな、そういう芸事に富んだところだったり、ご縁に富んだところで買いたいなって思ってたのよ。だからけどわざわざここ行くっていうより、なんかなんて言うんだろう、不意に行きたいって思った時に行こうと思ってたから、今日はちょうどいいな。やった。桜のね柄の綺麗なやつがあったから、もうこれは買うしかないでしょうと思って、そう縁結びの神様だったりいろんな縁をつないでくれるって感じ。そうそうそう、だからいろんなご縁がつながってね、いろんな舞台とかテレビとかドラマとかに出れたらなって
と思うので。ただいろんなところに、なんかなんて言うんだろう、偶然結構豊川稲荷の東京別院とか私行くんですけど、あそこね行こうって思って行ってってなるとね、もういつもね結構もうギリギリ遅い時間になっちゃうので、なぜかここのは買わなくていいよって言われてんだなと思って。明治神宮とは違うかな。そうなの。だから七夕のあれになってて可愛かったよ、神社。今まで何箇所ぐらい神社、結構行ってますね。結構いろんなところに行ってるんだ実は。東京大神宮は夕方からめっちゃ増えてたかな。多分七夕の時期だろうからだね。以前行った時はね、そんなにこうめっちゃ多いっていう印象でもなかった。だけど今日はもうマジで多かった。なんかでもね、神社はあんまり人を寄せつけない方がいいって言いますよ。なんて言うんだろう、自分が行った時にスーッと人がいなくなったりするとね、いいんだよ、呼ばれてたりするんだけれど。マジ最近はそう、なんて言うんだろう、いい意味で例えばどっかに行ったら、そこにのうち私たちの後ろに人が集まって人がこうなって並んだりとか多いので、気をつけようと思う。まあ一石なことなんだけどさ。でも太鼓の音を聞けたので嬉しい。I hope your channel, YouTube, play game or festival? ゲーム配信ってこと？出雲大社行きたいんです、私。でも出雲大社も行きたいんだけど、成田山にね、すっごい行きたい。毎年、新旧祈願に友達と神社ツアーしてる。マジ？最高じゃん。神を信じる人は。ね。いい結果が生まれると思いますよ。成田山に行きたい、マジで。私も行ったことなくて、やっぱりさ。遠いっていうか、都心からはやっぱ離れてるじゃないですか。そうなんですよ。ビューって行けそう。確かに。
成田山行ったことないんですよね。行きたいって思ってるけど、行こうってまだなってないから、まあ、どうしようかなって思ってる。そう、でも神田明神とこう、なんて言うんだろう、バチバチというか因縁がちょっとそうあるからさね、なんでそう、だからちょっと一旦神田明神に行くのを控えてからにしないとあれだと思うんだよね。そうなの、そういう因縁があるのよ実は。伊勢神宮ってどこだ、見たくないかも。行きたい。成田さん、私でも最近全然伊勢行ったことない。成田さんはさ、そうなんですよね、ちょっと因縁がとかがあるからさ。私最近神社に全然行ってなかったから、本当に急に明日行こうと思って、明日七夕か、早いね、1年って早いですね。何事も終わしますかは、わかんない。あ、新しい SNS ですか？多分私はやらないかな。インスタで精一杯。わかんないけど、そっちが普及してきたらそっちにするけどね。伊勢神宮は神様に、ツイッターより、ツイッターね、絶妙だよね。ツイッターも難しいしね。家に笹の葉はないです。早いね、1年ですよ。そう、だから今日はそうなの。大事な日ということで神社行ってきた。これなんて読むの？これなんて読むんだろう。最近めっちゃ流行ってますよね。仙台玉田、これまでエイトの人丸亀で、今年はチーム婚があるので、来年いかがですか？七夕、スレッズって読むんだ。へぇ。確かにね、仙台の七夕祭り一回行ってみたいな。人生で一度は行ってみたい場所です。でも人生のうちに行ってみたい場所が多すぎて分かんない。もう逆にツイッターね、そう、ツイッター機能変わんなそうだよね。そうなんよ、どっちかにしてほしい、一個にしてほしい。全世界の SNS を私一個にしてほしいんですよ、個人的に。
でって思うでしょ。そう、なんかなんて言うんだろう、もうなんか配信アプリはこれ、動画を見る YouTube だから、 YouTube もねちょうどいいなと思う。Twitter の要素取り除いてくれる、 Twitter のクリア版みたいな。でも結局さ、一回りする気がする。 Facebook を使用して、ああなるほどね。そう、インスタだね。だからインスタがあるからさ、あんまり入れないかも。結局インスタでのが今は使いやすくてね。けどもうツイッターがなくなりますよ、インスタだけになりますよって言われたらちょっと悩むけど、うん、インスタってさ、ストーリーだって24時間しかないし、まああのね、あれはあるけど、おすすめ機能とかもさ、あれもないから、インスタがいいなぁ。アーシは、ミクシー、ミックスチャンネルしかやったことない。ミクチャ、懐かしい。ミクチャ、さ、 SNS 多いの嫌だから、ツイッター見て、スレッツに移行したい。そうなんだ。そう、私もね、SNS は1個にしたいんだ。1個にしたい派だから。さあ、もう本当に、だって私最近 LINE すらやってないですもん。業務的な LINE はやってますけど、ほとんどインスタとかでやっちゃう。そんじゃ。ね、キングも。13位、ダニさん。12位、オニオンナイトさん。11位、シュンゴさん。10位、ザリングさん。9位、ベルちゃん会長さん。ミスさんは。8位、フロストさん。7位、アメさん。6位、チンロクさん。5位、ハリーベルさん。4位、ケンちゃんさん。3位、ジョックスノーさん。2位、ヨコヨさん。1位、アネさん。ミスさんが最高でした。それじゃあ、ありがとうございました。また。明日は、ちょっと何時にできるかわかんないです。はい。はい。それでは、ありがとうございました。もしかしたら夕方やるかもしれない。